皆さん改めましてこんにちは。はい、よろしくお願いします。ケワイシヒデと言います。ケワイ、これ聞いたことどうでしょう。ないですね。ケバイヒト、ケワイヒト、これ聞いたことありますね。後者ではございません。ケワイというのは江戸時代から舞い降りたいわゆる化粧師っていうイメージがありまして、もともと江戸時代にはケワイというのを化粧って言ってたんですね。でその化粧っていうのはどこから来たかというと、気を配るという漢字ありますね。これ気配って言うんです。その気配から来て化粧になるんですね。で今このケワイというのを名乗ってるのが、まあ僕結構珍しいでしょ。20年前からこれを活動のアーティストの名前にケワイシヒデと入れたんですが、今日は皆さんにとってみて本当に素晴らしい一日になるようにですね、全力でやりますが、一つお願いあります。まず知ってる、知ってるという言葉、それから分かってる、やれてる、やったことある、こういう言葉を今日はキングにしてください。もう初めて今日は化粧を初めてする乙女の気持ちになって、わかります。僕どこへ行ってでもですね、もうね5万人ぐらいの方をずっとこう話してるんですけどね、どんな方が綺麗になっていくか、どんな人が大変身するかっていうのはね、もう見えてるんです。素直な人だけ、はあ、よかったね。ここへ来ていただいた方は皆さん素直でございます。で80歳の、まあ、おばあちゃんって言うんですけど、言うたらあかんのですけど、まあ、郁恵ちゃんとかね、僕は言ってたんですが、郁恵ちゃんは80歳でも5時55分になって話題ね、メイクするのよって。でそういう介護施設行ってね、レッスンするとですね、また一段と綺麗になってきて、もう周りから素敵なおばあちゃんねって言って、そしてお亡くなりになる前もね、惜しまれるわけです。かたや意地悪ばあちゃんって言ってますよね。これはね、本当に意固地になってしまってね、もう何がメイクのあの先生みたいな感じなんです。そこへ行った時に負のオーラが出るわけですよね。どっちになりたいですか皆さん。分かりますよね。そうですよね。ということで今日の講座はそういうふうにして、おいくつになっても素敵な、まあ、おばあちゃんってあれですけど、素敵な女性になるというね、80でも90でも素敵な女性になってもらいたいということを思ってます。よろしくお願いします。ちょっと集中力を増していただきたいので、皆さんの直感をねちょっと高めたいと思います。学びを 高くするための、ね、方法です。綺麗な色があります。この色で直感でですよ。じゃあ代表でちょっとやっていただきましょうか。代表で一人立っていただいていいですか。この中で2つ選んでもらっていいですかね。うん、もう直感です。皆さんの顔見て、選びました。皆さんも、はい、選んでください。これでまた選んで、はい、最後になぜこれを僕にくれましたか。はい、これ僕の好きな色なんです。こういうふうにしてインスピレーションというのは伝わっていくわけです。僕最初に言ってましたマジというふうにして思うわけです。でこういうのがいわゆるその直感とか今日の雰囲気とか今日のイメージとか出てくるわけですね。色っていうのは今みたいにいろいろありますが、やっぱり今日どの色を選ぶかっていうのもこれも一つありますよね。その時に合ってる色だったらいいんだけど、今みたいに僕ちょうど合わせていただきましたけど、これ反発する色をもしお持ちだったらどうですか。対人関係でうまくいきませんよね。この色とこの色なんか私好きなんて合ってたらいいんだけど、自分だけで側だけでやっていくとですね、反発し合うっていうのがあるんですよ。でそういうのもちょっと今日はお話できたらと思います。